はい、19本目、19回目、アロマプリエール求人ブログ、YouTube 版、山田久太郎でございます。でさっきの話の続きねさっきの話でなんだよっていうね、だからプリエールが、まあ、他店さん、まあ、宇都宮の他店さんから、まあ、唯一って言ったら怒られるかな、負けてるという点を言うのであれば、やっぱり求人力でしょうね。でどんどこやっぱりセラピストさんを入れられるっていうのもやっぱお客様にとってもね楽しみだし、その中でいいセラピストさんもいるでしょうし、やっぱりどんな、まあ、こういったタイプのお店であればやっぱりそれ大事なんですよね。でうちはだからその求人サイトにも書いてあるけど、風俗店経験者はお断りとか書いてあるし、特別風俗店のコネクションもないしね、キャバクラとのコネクションもないし、で他店さんやっぱりそういうコネクション、元風俗店の方がオーナーでやったりとか、キャバクラにとか飲み屋さん関係に強いオーナーさんのお店があったりとか、まあいろいろ顔が広い方がやられてるんでしょう。なので、メンズエステマッサージの仕事やってみないかいとかって言ったら、興味ある方もたくさん出てくるかもしれない。それがうちはそういうのないので、まあ、だからこうやって声を枯らして、ブログやってるわけでございますけど、でもまあそれはそれでね、他店さんの能力高い部分それは認めざるを得ないかなと。で素晴らしいことだと思うし、でもうちはねコンセプトでやっぱり普通の女性っていうのもだいぶなんで大事にしてるというか、普通のあのその辺に街に歩いてる普通の女性が清潔感のある健康的な女性が一生懸命癒してくれるっていうのがね、いいと思ってるんです。なので風俗やられてた方、風俗経験のある方を否定してるわけではないし、人格とかそのを否定してるとかではないんです。風俗店利用したこともあるし、あの尊い立派な仕事だと思いますよ。大変な仕事だとも思うしね、あの風俗でのお仕事されてる方でも命がけで真剣にやられてる方もたくさんいるというのも知ってるし、あのただコンセプトとしてあのもうそういう経験がないっていうのもあの一つの、まあ、コンセプトなんですな。なのでそう通常の求人で、普通の方を普通じゃないって言い方もよくないですか。差別してないぜ、店のコンセプトなだけ、あの来てほしいっていうことでね、やってます。人数が少なかろうが、いや少ないのはね店としていけないことなんですが、少なかろうがうちのコンセプトに見合うような方に来ていただきたいなと思ったりとかはしてますけどね。あとはまあ過去にはいたけどね、風俗経験のある方、勝手に抜き合っちゃったりとかするしね。でもう僕も潜入とかでプリエール関係者とかが潜入に入るんですけど、ちゃんとやってるかなってね、それはどこのお店もやってると思うし、ミステリーカスタマーって言ってね、別の業界でも居酒屋さんでもあるじゃないですか、店舗調査っていうこと、それでやってます。で研修通りにやってたりとか、それ以上に一生懸命頑張ってたりしたら何もお咎めないわけで、別に、それでチェックして怒るとかはないので安心してください。ただ、過去にね風俗をやってたセラピストさんがいて、で抜きやっちゃってて、で抜きやってるって聞いたら、やってないです。本当？って聞いたら、もう神に誓ってやってないです。でも僕はそれ潜入で入ってるからバレてるわけですよね。で、いや実はやってるんですって言えばいいのに、言ってくれなかったのは僕にも問題があると思うけど、
まあ、それ過去の話、3年も前の話だからいいんだけどね。なんでそんな話になったんだっけ。あ、そうそう、勝手に抜きとかはやっぱりね、まあ、この話はもっと後でしますけど、そういう能力がある、のであればもっと活かし方はあるんだけどね、うん、まあそれはちょっと置いといて、抜きとかやっちゃダメなお店なので勝手にやられても困るっていうのもあるし、あとだからそういう雰囲気ってのは出てしまうものだから、そういう雰囲気がないセラピストさんで固めたいというのもあって、セラピストさんのその質にこだわってはいたり したりもするわけでございます。それがちょっと求人に影響してるかなっていうの面もありますけれども、そこをちょっと強化していこうということで求人ブログ、YouTube 版やったりとかね、してはいるんですけどね、うん、何の話だったっけ。あ、弱い点、だからそこはちょっとね、これからの課題ですな、私の。でもちょっともう少し人数が増えてきたらね、しっかりとした状況を作れてくると思うんです。あのしっかりと求人活動やればね、そしたらまたちょっとプリエールセカンドステージということでね、新たなやっぱり試みも試していったりもしなきゃいけないと思うし、店は店で努力していきますよ。セラピストさんに指名取れ指名取れとか頑張れ頑張れみたいな、セラピストさんにばっかり苦労をかけるようなスタンスでもないし、うん、大変なお仕事だけどね、癒しの提供っていうのはやっぱり、穏やかな心を持ってないとなかなか難しかったりもするし、本当ね、頑張ってるセラピストさんには頭が上がらないんですけどもね、そんな風なことも考えてます。なのでぜひ、まあ、これ聞いた方、お問い合わせくださいよ問い合わせしてよまあでも別にそのなんていうのかな、金儲け主義でもないしね、これはね分かると思うんですけど、全然金儲け主義じゃないんですよ、うちは。なのでまあ、儲からなくてもやりたい仕事をやりたいっていう感じ、やりたいお店にしたい、したいお店にしたいという感じではあるので、それこそだって金儲け主義だったら出禁の方なんか、出禁っていうかね、以降のご利用をお答えするような方こんなにも出さないかもしれないし、うん、でもうちのコンセプトっていうのがあって、それがギリギリのところでね、ちょっとでもそぐわないなと思ったら申し訳ございません、うちのお店に期待してくださってるお客様に大変恐縮でございますし、申し訳ございませんけれども、お客様の満足、お客様が求めてる満足感は提供できないので、以降のご利用をお断りさせていただいてもよろしいでしょうかっていうことに なるんですけど、うん、それは一定の品質を保つために必要だとも思ってるし、店としてのそのアロマプリエールというブランドとか偉そうかな、ちょっとね、ちょっと上から目線ですか、ブランドを保つために、うーん、一定の線は引かせていただいてるんですが、その出禁というか、まあ、以降のご利用、しつこいですか、以降のご利用をお断りする方が増えることによってお客様が減るっていう面は実際あるんです、あるの、それはあるんですよ、それも分かってるわけだけど、お客様が減っても、支持してくださるお客様が減っても、まあ、やりたいお店にしたい、いや理想的なお店にしたいと思ったら、要は売上が下がってもという話ね、うん、そういうこともしますということで、金儲け主義じゃないっていうことを言いたかっただけなんですが、まあ、話はあっち行ったりこっち行ったりしますけどもね、参考にしていただければいいと思って喋ってるだけで、本当はブログでやりたいんだけど、めんどくさいからあ、めんどくさいって言っちゃいけない、お仕事だからね、音声でやらせていただいてるだけです。でまあそういうわけでございまして、あっという間に10分経ってしまいましたので、終わりにさせていただきます。今度は20回記念かな、20回記念スペシャル番組、を
やりませんけども、普通に20回目も更新したいと思います。よろしくお願いいたします。